東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？サンフレッチェ広島がホームでベガルタ仙台に 3-0 で快勝した。今季リーグのホーム戦初勝利を挙げた広島はリーグ2連勝、公式戦は3連勝となった。一方の仙台はナビスコ杯では連勝を飾っていたが、リーグは2連敗となった。 A マッチウィークにナビスコ杯を戦った仙台に対し、 ACL 組は試合がなく、広島は3月20日の大宮戦以来の試合となった。同試合で負傷したフォワード浅野拓磨やディフェンダー佐々木翔の離脱が判明しているが、広島は休養十分でリーグ再開戦に臨んでいた。前半から主導権を握った広島が後半に入ってからスコアを動かした。まずは後半6分、右サイドから鋭くエリア内に侵入したディフェンダー塩谷、司がミッドフィルダー三田博隆と交錯。松尾はじめ主審が PK を宣告すると、これをフォワードピーター豊が落ち着いて蹴り込む。追加点は後半10分、ミッドフィルダー茶島雄介、ミッドフィルダー柴崎康成とパスがつながると、最後は豊が落ち着いて蹴り込み、リードを広げる。さらに同17分にはエリア左から放ったミッドフィルダー柏義文のシュートが相手に当たって右サイドに流れると、待っていた茶島が右足で流し込み、勝利をぐっと引き寄せる3点目を奪った。茶島はプロ3年目で嬉しいリーグ初ゴールを決めた。守っても危なげなかった広島、仙台にほとんどチャンスを作らせることなく試合を終わらせた。今季のリーグ戦の完封は初、攻守が噛み合い完勝した。